こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。乃木坂46の弓木奈央です。お願いします。お願いします。弓木さんに代わって2回目ですね、はい、うん、1回目どうでした？いや、私の中では、はい、もう史上最悪な日かなって思った。史上最悪、生まれてきて最高最悪な日の、あの、の出来上がり、出来上がり、出来上がりかなって思ったんですけど、出来上がり、はい、でもお母さんが、うん、あの、うん、終わった後に連絡してくれて、うん、めっちゃ褒めてくれたんですよ。ほら、そうでしょ。評判良かったでしょ。エゴサとかしないの？いや、エゴサはしないです。何が、あの、自分的にダメだったなと思ったの？なんだろう、なんか、うん、実際汗はかいてないけど、実際に汗はまずはかいてない。これだから一個一個確認してくれ、うん、実際に汗はかいてない。実際汗はかいてないけど、かかでもなんだろう、ずっと汗かいてるみたいな感覚で、心の汗みたいなことがずっとかいてて、うん、ずっとテンパってるというか焦ってる感覚で、うんうん、自分なんだけど、うん、自分がそこにいない感覚がずっとそこにありました。もうなんでですか、やめてくださいよ。焦るんだったら今も焦んなきゃダメです。今だと思うよ、多分。心の汗かくの。今もですって言わないと整合性取れないよ。いや、だって いやよかった、面白かったよ。本当ですか？うん、よかったよ。多分評判いいはずだよ、絶対、ね、なんか余計な反省して、うん、いい部分をそぎ落とす余計なことしないでほしいな。え、何ですか、例えば。え、よかったところ、うん、そう言われると、あの、難しいな表現が、うんうんうん、あの、うん、なんだろう、なんか言葉に出してここをこうとかじゃなくて感覚的にいいだから、うん、うん、じゃあお二人もすごいいい時間でしたか？俺ら言ったんだよね、とても素晴らしい時間だったなって、うん、絶対嘘じゃん。なんでだよ、絶対嘘ですよ。 LINE したもん。LINE するんだよ、うん、本当ですか？すげえ時間だ、いい時間だったね。え、うん、俺も素晴らしい時間だったなって言って、休みって言って、俺ら現場が楽しいと終わった後さ、なんか弓木さん先帰るからさ、いい、なんか今日乗ったなっていう、グルーヴがあったなっていう、現場の後と俺らキスするのね。それはあの、なんだろう、まあコンビ間で決め事にしてるやつって多いんだけど、俺らキスでなんかそのお互い実感する、今日あの共感、あ、共にするっていうかね、うん、今日の感覚っていう、ね、あ、でもめちゃめちゃ早く帰ってましたけどね、平子さん。いや、裏でキスしたんだよ。うわ、坂井と青春だ。どこって来たもん。本当ですか？うん、うん、あのマンションの裏かんと体育館裏みたいな感じで、そう、来るのな。あ、もう青春ですね。すぐ山手線ガーって走って、ガタン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 って、そのラブストーリー始まっちゃう。山手が坂井の横顔照らしてさ、こういう美しいですね、うんうん、大体そうだよ、お笑い、うん、多いね。でもコンビトリオってどうしてるのかね。トリオね、三分割みたいな、三分割みたい、みんな集まってチューって、うん、あ、そっかそっか、折り紙みたいな、折り紙みたいにね。トリックすぎだろ、ちょっと引くわ。私嘘。でもあれですよ、私もうメモなんて書いてません。え、今日も持ってきてるじゃん、なんか書いてあるじゃん、メモ。あの、告知の内容。あ、告知内容ね。だけは書いてるんですけど、うん、それ以外は燃やせっておっしゃったんで、うん、もう燃やそうと思って置いてます。告知書いてあるんだったら燃やしちゃダメだよ。はい、告知終わったら燃やそうかなって。いや、ダメだよ、怒られるよ。何の告知あんの？あの、あれです、日刊スポーツさんの、うん、で沈黙の金曜日の取材をしていただいて、そうなんだ、はい、いっぱい喋ってきたの？いっぱい喋りました。うん、アルピーさんのことも、はい、喋りました。何が分かんの？だって1回しかやってない。そうだよ、そうです。だから私も1回しかお会いしてないんですけど、うん、すっごく優しい方で、うん、あの、次の日も、いや、日刊読んでもらえないとあんま言っちゃダメだよ。そうだ、そうだ、そんなことも書いてあるってことね。そうです、気になった方はぜひ、あの、11月10日発売の日刊スポーツさん内の坂道の火曜日というコーナーに出させていただいていますのと、あと11月13日発売の乃木坂46新聞にも出てます。え、乃木坂46新聞、はい、なんか勧誘来るタイプの？あ、勧誘は来ない。来ない？はい、乃木坂46新聞なんですけどもね、なんかもう新聞取っちゃってますか？来ないですね。洗剤 と広島線のチケットなんかあるんですけど。最近あれあんのかな？じゃないんだ。あ、聞かないね最近。よく聞いたことないです。ラジオネーム真夏の扇風機。おい、み、
ゆみき、はい、前回が最悪だっただと、うん、ああ最悪だったよ、だってお前のこと好きになっちまったからな。毎週金曜日のこの時間はチンキン聞かないといけなくなっちまったじゃないか。嬉しい、ツンデレとはこのことです ね、 ねえいいじゃん、うん、かわいらしい、みんなハマってるんじゃない、うん、本当ですか、なおちゃん嬉しい、まあまあ、ラジオなんてまんまでやればいいからね、うん、ラジオにもロアの色、ユミキ考えすぎない方がいいぞ、もう、うん、そう、めちゃめちゃなんかガチのアドバイスみたいなすごい来ますけど、うん、他の現場いろいろ考えてね、ここに関しては考える必要ないよ、わ、はい、かりました、でめちゃめちゃ考えそうで、うん、でも考えたらダメなんだろうなって、なんかリラックスした姿をお届けしたいなっていう気持ちが、カチカチにね凝り固まった姿をみんなね、うん、見たいわけじゃないから、うんうん、そうだよ、自然でいいと思うよ、なおちゃんは、うん、自然か、そうだよ、そういえばほら毎週金曜日の夜は必ずコンビでキスの時間ができるんだから、そうだ、あ、じゃあお二人にとってもいい時間になって、そうだよ、うん、私も成長できるっていう、うん、いいじゃないですか、見に来る今度キス、あ、ぜひ見たい、はい、ぜひ、でも俺はなんかやだな邪魔されたくないな、そうですよね、お二人の時間だから、うん、うん、そういう気持ちもあるんだ、ちょっと見たら失礼かなとか、そうですね、やっぱ失礼かなっていう気持ちは、でもお前勘違いするんだよ、ほんのチュッてだけだよ、うんうん、まあなんだろう、でもそんな あ、うん、あれちょっと影からこそっと見たいなとは思います、まあまあバレないぐらいで来てくれれば、うん、はい、ドキドキすんのかな、アルピーのキス見たらユミキちゃんって、うん、ドキドキはしない、あ、チューしてんなそれぐらい、コンビだしな、うん、仲良さそうだなって感じ、帰ろうって言って帰る、うん、帰ろう途中で、はい、あ、ラジオの夜のアゲハチョ、ゲストコーナーでの相槌とかめっちゃ良くてすごく聞きやすかったです、へえ、うん、相槌、私相槌多いんですよね、うん、聞き上手だ、いや、もう無意識で、うん、打っちゃいます、別に興味なくても、あ、興味は常にありますよ、何に対しても興味、うーん危なかったねつっつっ、うん、常にありますよ、目変わったもん、ちょっと聞きますラジオのゲスの極み福くん、そのままでいけ、そして早く失敗しろ、うわ、不幸を願うタイプの方だ、いや違う、いい、失敗もラジオなんかはね、うん、失敗なんかはもうそれ味になるからさ、あ、失敗してなんか成長してくださいっていうことですね、うん、成長もしなくていいし別に、おろろ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 ろ、そういうタイプのね、先週はこの放送の後ね、うん、一緒に収録があるっていうなんかまさかの出来事もありましたし ね、翌日にね、うん、楽しかったね、でもね、そうです、めちゃめちゃ楽しくて、うん、私実を言うと、うん、その金曜日の時点では、うん、あ、明日も一緒なんだなって、うん、どうしようかなって思ってたんですよ、うんうん、連続きついなって、いやいやいや、きついなんじゃなくて大丈夫かなみたいな、お二人が私に、あ、うん、2日連続俺らが読み きついなって思うんじゃないかなって、そうそうそう、思うんじゃないかなって思ってたんですけど、うん、もう実際は全然違くて、うん、朝会ったらもう笑顔でも迎えてくださって、うん、でそれで収録の前も私が緊張してるのをほぐしてくださって、うん、朝笑顔で迎えるっつったら俺らがなんか入り待ってたみたいじゃん違う、そっちが楽屋に挨拶来てくれたんじゃん、そうそう、行ったら初対面みたいな挨拶したじゃん、乃木坂46の弓木直です、そうです、俺忘れてんのかなと思った、前日怖くなったのよ、あれなんなん、そうなんですか、うん、あの文言がきちっと決まってるのかなって思って、いやいや、それはほらそれは決めてるのはそっちだから、うん、そうかそうか、そうよそうよ、あれ初対面の人にじゃん、うん、え、じゃあ慣れ慣れしくなってきたらどうなるんですか、慣れ、いやいや普通にお願いしますでいいんじゃない、慣れ慣れしくもないそれは、じゃあもう名前は言わないってこと、だって俺らが1日で名前忘れると思われてんのかなって思っちゃう、あ、そっか、じゃあそれは逆に失礼っていうこと、バカだと思われてんのかなってなっちゃう、そっかそっか、もうだから、うん、ゆくゆくはもうノックもせず入ってきてドカって座って、うん、そうよ、チャンスはどうなんとか言うのが一番いいんじゃない、それが一番いいんだよ、本当ですか、うん、でもそんな関係になれたらいいなって思います、だろ、弁当持ってきてさ、うん、楽屋弁当持ってきて、うん、こっちで食べよっつって、うん、お前ユミキ今邪魔だからあっちって、食べたいんですって勝手にお茶飲むぐらいのが可愛いですねそれ、うんうん、それがいいよ、うん、ぐらいになんないとダメよ、でもやっぱり一緒にラジオやるぐらいだったら、ね、確かに、ちゃんさか屋に行こうよとか言ってほしいもん、うん、やっぱり本当のこと言ったら、ヤンニーそれなんて言いました今、ヤンニーって何、いいよ、いいですか、あれ平子ち座ねえんだっけ
あ、タバコたまにあるなそれ、うん、その会話、いや、そうしてくださいよ。そうね、こっちはウェルカムなんだから、いつだって大丈夫だから、うん、ありがとうございます、みきちゃん、ラジオネームカーブ投げたい。乃木坂46新聞の勧誘はピンポン連打するから立ち悪いしないですよ。だん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 メーター回ってんの見えてますよ怖い人だラジオネームター、今乃木坂新聞の営業の人が玄関の前にいます。ゆみきさんどう対処したらいいですか。そう、ピンポン来たら、うん、どんどんしてる、どんどんしてる、なんか新聞取ってらっしゃいますかって言ってくれ、取ってるよ、うわあら、そうですか、どちらのです、うん、乃木坂新聞だ、あ、申し訳ございません怖いやつだ、怖いやつ、あ、うん、確かに売ってるわ乃木坂新聞で、ね、売ってる、うん、あれか、キオスクとかに、キオスクとかにも売ってるよね、コンビニとかに、あ、売ってますね、すごいね、あの新聞のコーナーにね、うん、確かにあれ乃木坂新聞っつうんだ、そうです、弓木大反省とか書いてある、全くそんなことは書いてない、はい、普通に阪神の見出しとか、いや違います、なんかなんだろう、白石さんが いらっしゃる時もありますし、先輩方がねいらっしゃる時もありますし、うん、真夏のバイデンの見解みたいなの書いてあるの、バイデンバイデンアメリカ大統領選の行方とか、まあ、全く書いてないですね、刈り上げちゃんとか書いてて、誰ですか誰ですかでも超面白いな地方欄とかね、地方欄、今度持ってきてみ、ちょっと読んでみたい、いいですよ、一回も読んだことないわ、うん、お見せしたいです、うん、興味ある、ちょっと、あげます、本当競馬情報だけはただちゃんと載ってるとかさ新聞だから、相模湾の釣果とか載ってない、釣り載ってないです、ヘラブナガツイみたいなやつそれではタイトルコールいきましょうか、アルコ&ピースと弓木奈緒の沈黙の金曜日、改めましてアルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。乃木坂46の弓木奈緒です。はい、お願いします。弓木さん、あのタイトルコールの沈黙の金曜日ってみんな揃って言うところで、はい、あそこであの手をお花みたいにパーって咲かせなくても大丈夫だよラジオだから。え、やって、どうやってやってたの、ね、沈黙の金曜日みたいな、うん、俺らに見せたの違います、俺らバカなのかなって思われてるのかなってなっちゃうからさしかもあれ言いそびれました、なあ、木の金曜日、あ、チンが入んなかった、ああ木の金曜日しけ木の金曜日ラジオでもカンパチ太郎、はい、ユミキ試しにチャンサカ焼きそばパン買ってきてって言ってみてください、はい、フランクによ、めっちゃ、うん、チャンサカ焼きそばパン買ってきて、いやちょっと舞台っぽいわ、舞台じゃないな、うわ難しい、素でいいよ、もう喉閉じて、うん、喉閉じさせて、うん、リラックスしても肩の力抜いて、あー買ったり、いい、その前に1個買ったりって言えようか、うんうん、買ったりって言って、チャンサが、はい、焼きそば買ってきてよ、買ったり、チャンサか焼きそばパン買ってこいよなんかよくねえじゃんそんなのですよね、関西弁に言ってみて、じゃあリラックスした感じ、はい、あーしんど、チャンサか焼きそばパン買ってきて、あー、いい、でももっとなんか仲いい感じの冗談っぽく、あー買ったり、チャンサがさ焼きそばパン買ってこいよ、うんうんうん、なんでだよっていうツッコミ待ちぐらいの、はい、うん、はあ買ったり、チャンサか焼きそばパン買ってこいよなんで後半東北の人になるのなってます、うん、なってるな、京都から一気に北上がったよ、今言ったことない、言ったことないです、こんな言葉、こんなこと言ったことないな、言ったことないです、何回もな、うん、難しい、一生分言っちゃったのもねラジオネームカンパチ太郎、あの弓木さん、はい、試しに平子プリン買ってきてって言ってください、一緒じゃねえか
もう走る人みたいな。シュッと見て。開こう。開こうが違うんだって。まあじゃあいいよ。平子さんさあ、はい、から。はい。平子さんさあ。うん。プリン買ってきて。おお。分かった、いやだって言おうとしたけども関西弁の方がやっぱこう自然にナチュラルになる、うん、そうですね、少しね、うん、なんて言うのその関西だったらプリン買ってきてっていうのプリン買ってきて一緒か、うん、え普通、うん、プリン買ってきてプリンじゃないか、うん、プリンプリ プリン買ってきてくれへんとかじゃないの、うん、買ってきてくれへんってああそれそうそうそれで言ってよ、うんうん、はい平子さんさ、うん、プリン買ってきてくれへんなんでなんで買わなあかんねんなんでめっちゃ稼いでるやん稼いで変がないや稼いでるからプリン買ってくんの楽屋っぽかったなでもな本当ですかいいいい、いいわさあじゃあ今週のテーマはゆみきさんお願いしますはいゆみきのメモうんはい、うん、ね今日もメモは一応持ってきてますけれども、うんはい、ゆみきさんがメモしたことまたはメモしておいた方がいいこと募集します、うん、まあいろいろねあるでしょだからこのラジオのことだけじゃないんだよねそのそうですねメモはねはいもっと大きなメモもあります実はなんでちっちゃいんだこの番組テレビは大きいのえあのあれですまとめなんですよこれは、うん、殴り書き用で、うん、まとめは大きいメモに、うん、あちゃんとしっかり、はい、あじゃあそこで書いて大事だなと思ったものは大きいメモ行きになるんだはいで見直しますそこでうん、すごいね本当に、だからさ、まあ、乃木坂の中でもね、うん、この先輩にはこうした方がいいとか、うん、この芸人と絡むとき気をつけた方がいいとか、うん、いろんなね、うん、知っときたいでしょ、うん、知っときたいです芸能界のいろは的な部分とかね、うん、まだ全然知らないのでそうだね、うん、ちょっと役に立つ本当の情報を募集しよっか、うんはいね、ゆみきのメモ、うん、本当の情報だぞうん、これは絶対本当そうですそう皆さん嘘ばっかつくからいやだからそれは言っとけば多分つかないから今日は嘘禁止はい、うん、お願いしな嘘禁止で本当の情報教えてくださいって今日は嘘禁止で本物情報教えてなあこれで本当の来るからはいこの番組の決まりですそれははいアドレスはメールアドレスは apy@fmfuji.jp ですはい先週からメアドもリニューアルしてるということで、うん、お間違いないように、はい、そしてコーナーこちらですゆみきなおのヒロインになりたいはい我々とリスナーでゆみきさんを磨いて映画やドラマのヒロインに抜擢されるように育てていこうと思います、うん先週いろいろねいろいろなものを送ってもらいましたけれどもそこから感想を得て、うん、着想を得て、うん、まずは高校生設定のヒロインで物語を作っていきます、うん、設定役柄決めていきます登場人物が何人でキャストを当てはめたり、うん場面や最後のセリフなど、募集したいと思います、うん、はい、この高校生ヒロインでオリジナルドラマをねちょっと作ってみようかと思っております今回の作品は、監督私平子が、務めさせていただきます、うんうん、それ以降でね坂井さん監督の回なんかもね、うん、ちょっとあればいいなと思っておりますのでお願いします、はい、さあそしてゲストははいフェイキーさんからリル・ファングさんとタキさんをお迎えしますはいということで沈黙の金曜日は11時までの生放送ですはいじゃあ曲紹介はできるかな曲紹介忘れそうになった今はい、うんはい、そして最初の曲は乃木坂46で君に贈る花がないゆみきちゃんあれ P チャンネル見てくれてんの、はい、あ見てますよ言えってそういうのそう俺らに言わないでさ世間に向けて言ってほしい、うん、えなんか最近のを見たそれとも前の方あ最近のを見ましたし、うん、あの坂井さんが、うん、坂井さんあ坂井さん世界の梅沢さん出てないよ梅沢さん坂井さんが世界の梅沢また来るぜ坂井さんが変わった変化に
いくら気づくかみたいなドッキリみたいな、そうなんですよ、わけわかんないやつだ、うん、そう、あれあれも面白かったですし、うん、あとお二人が差し飲み、うん、うんうん、二人きりで飲むやつね、はい、もうの長編も見えましたし、なんか聞き応えがあって、お二人のなんだろう、やっぱ年離れていらっしゃるじゃないですか、うんうん、なんかその関係性というか、うん、お二人になると敬語になるんだとか、差し飲みだと敬語になるんだとか、うん、ドライブだと敬語になるんだとか、うん、すごい見てて、うん、それがめっちゃ見てんじゃん、はい、目の前で今会話が繰り広げられてたので、あ CM 中喋ってて、それがなんか、なんか YouTube の世界だ、そう、目の前にいるわーって、あ YouTuber 目の前にいるって思った、思いましたおもろい RP チャンネル、いや面白いですよ、なんかもっと、もっと上げてほしいです、だもっと言わなきゃそういうの外に、ユミキが言わねえとダメなんだって、まだまだ少ないですよね本数も、いや少ないけど、だからこそ、うん、なんかこの始まって今面白くて見てるんですっていうのを外に向けて、うん、そっかそっか、乃木坂ファンに向けてさ、うん、あとは俺の本とかも、ね、先週買ってきてくれたじゃん、うん、ああいうのも、うん、なんかこうこうでしたよって、もう外に向けて俺に見せる必要ないわ、いや私あれですよ本も、うん、あの今週ちょっとまあ、忙しくさせてもらったので、いや違います、うん、でちょくちょく読ませてもらったんですけど、うん、最初の冒頭部分からすっごい引きつけられません、うん、読みました、読んでないまだ、めちゃめちゃ良かったんですよ最初が、あ、うん、最初は最初がそこからまだ読んでないでしょ、読んでます読んでます読んでますけど、うん、出会い、え言っちゃダメかまだ、いや別に別に、出会いの部分とか、うんうんうん、私今の出会いのあのめっちゃ最初じゃん、はい、めっちゃ最初なんですよ本当に、いや本当にこれから楽しみなんだ、これから楽しみなんですよ、あとは2ページとかでしょ、いや違いますよもうちょっとありますそういうの言ってよ、うん、CM 明けで、うん、めちゃくちゃ面白いですよね RPG、 もう入って本番入ってますとかいうテクニックあるから、そうそう、それこそメモんないと思う、そうだ、うん、でっけえメモの方にしといた方がいいよ、うん、CM 明け でちょっとあの本音を、うん、あのさも本音のように漏らす、うん、本音を本音のように漏らす、本音であるかのように漏らす、さぞ本音であるかのように、さもね、さも本音であるかのように漏らす、はい、かっこ CM 明け、うん、いけやってみる、うん、うわ難しいですね、うん、じゃあジングル入れて CM 開けたところで自然になんか俺らをちょっと世に広めるような、うんうんうん、ではいや始まってたみたいなね、いけ、うんうん、ちょっと行ってみよう、うんうん、アルコ&ピースさんはいやなんか YouTube もすごい面白いしな、こうやって目の前にいるの、あ、え今始まってました難しい、あんま覚えちゃいけないテクニックからやんなよ他で、わかりました、難しいですねこれ、いや難しいよそうだね難しいね、うん、ちょっとね難しい、すげえな、ラジオネーム肩見せ前、先週あった小笠原流のパシリ方ってどんなんですかねえ小笠原さん本当に困っちゃう、小笠原さんご本人がご本人が本当に怒られちゃうから、うん、本当に言わないでほしい、でも上品なパシらせ方もあるんでしょ、うん、上品なパシらせ方、うん、焼きそばパン買ってきたよ、だから上品に言うと、うん、ちゃん酒井さん、ちょっと可愛いさんチャン坂井さんがチャン可愛さんなんださっきから夢に出てくるっておなじみ、本当もうチャン可愛さが抜けなくてどういう状況なの、坂井ちゃんさん、坂井さん、じゃあ小笠原流でね、はい、改めてね、坂井さんでいいですね、坂井はん、焼きそばパン買うてきてくれへんかな、これ一緒じゃねえか小笠原流も難しいです、極道のやつみたいじゃん、うん、確かに、うん、最近ドラマやってますもんね、極道主婦、あそうなんだ、うん、へ見てんの、見てます大好きで、面白い、面白いです、うーんドラマ基本見てるんで、そっか、うん、そっかそっか、今期面白い、面白いです、へ出たい、やっぱ本当に出たいですけど、あのもうすぐ終わります今期え何のごめんなさい、今期って何のごめんなさい、何が終わるの、あの今期のドラマ、うん、もう最終回に近づいてますよって、あークールでね、早っ、
お知らせをお二人に、あ、俺ら教えてくれ、そっか、もう年末だから、うん、そっか、面白いの、面白いですよっていうのをお二人にお伝えして、うん、でもうすぐ終わっちゃいますよっていうのもちゃんとお伝えしないとと思って、うん、ありがたい、うんうん、危ないとこだった、うん、何が一番いい、ゆみきちゃん見てるやつ、あ、でも共演 NG ってわかります、あ、若月さんも出てるんですよ、あ、若、はい、はい、で出て、うん、今までにない若月さんも 見られます、うーん、若月さんっていろんな役挑戦していらっしゃいますよね、吉本の、いや違いますよ、え、若月由美さんです、若月由美さんか、はい、もう前今期じゃない前期、うん、前期っていうのかな、前期末、前期末、前期末もなんか若月さんドラマ出ていらっしゃって、うん、会社員の役で、うん、それも見てました、うーん、いいね、興味ないじゃないですか、本当ですか、俺らもうドラマコンビだもん、うん、本当ですか、そうだよ、見てるの、だってなんか例えば全部見てるわけじゃないでしょ、だって、あ、全部は見られてる、全部見てるもんだ、え、俺らはそうだよ、そう、うん、負けた、何が面白いですか、じゃあ、や、前期、今期、今期、いつ期、ん、今期の今期、今期なんだろうね、今期だと、うん、あれかな、墓場恋愛物語の、うん、でもあれ深夜だからそこ見てない、墓場恋愛物語か、うん、テレ東のやつ知らない、絶対ないです、あるよ、え、テレ東のやつ、あの、え、待って、俺ないって言っちゃうと、あった時どうする、 ですよ、うん、ですよ、墓場恋愛物語面白いよ、だってあって、あのお坊さんの話だもん、本当、うん、めっちゃ面白いよ、めっちゃ面白いだ、お坊さんの、そのお坊さんが恋愛するっていう時にいろんな戒律とかがあるけど、うん、それは一つなんか恋愛だったりっていうところ、 なんだろう、難しい部分が煩悩として、うん、その宗教の中で捉えられちゃう部分をどう回避して恋愛を育んでいくかっていう話で、うん、めっちゃ面白い、お坊さんの恋愛ですか、そうそうそう、浜田岳さんが出て、主演、めっちゃ面白い、めっちゃお坊さんで役で、うん、あー、今、うわ、本当ですか、めっちゃ面白い、うん、じゃあ調べますね、うん、見てみよ、見てみ、全然見てないよ、まだまだ、まあ、墓場まで行ってないか、まだ、そう、その通り、ラジオネーム三角寺、ゆみきさん、今年も新語・流行語大賞のノミネート30が発表されましたが、うん、今年はどの言葉が大賞を取ると予想しますか、うん、ちなみに僕はテレワークに1万2000円ベットしたいと思います、あ、コロナ関連は多いけどね、関連としてはね、そこから派生したね、テレワークもそうだろうけどね、PCR 検査とかもあるしね、何がありますか、ステイホームとか、そうそうそう、濃厚接触者なんかもありますし、でも明るい話題の方もね、ありますよ、全然、だってなんかスポーツが入ってなかったって言ってたね、今回は来ないっすね、できない、安倍さんのマスクとか、安倍さん、あ、安倍さんのマスク、安倍のマスク、安倍のマスクね、安倍とマスクさん、安倍とマスクじゃない、安倍とマスクです、お願いします、安倍のマスクさん、なんだと思う、え、なんだろう、三つです、三つもあるね、三つもそうだね、三つじゃないですか、やっぱり三つもそうか、うん、鬼滅もね、いや絶対そのコロナがなかったらもう鬼滅一色だったろうけど、ですよね、まあそうね、あとオリンピックがあったらって、うん、もう全然違ってたと思います、うん、ですね、うん、自分的なもうオリジナル、うん、こういうノミネートじゃなくて、うん、弓木的流行語大賞だとどんなワードがあります、達者でなとか流行ったの、うん、自分の中で、なんでなんかバイバイって言うと、うんうんうん、なんかフランクすぎだなって思うし、うんうんうん、なんだろう、元気にしてねって、気をつけてねって、うんとも込めたいし、うん、でもバイバイ気をつけてねって長いし、うんうん、あ、達者でなって、そういうなんかいい言葉だなって思って、もうノミネートされてる、うん、大賞取る、取りますね割と、今日から俺らも帰り際言われたいよ、あ、言ってよ、うん、言いますね、達者でなって、うんうん、お疲れ様でしたってだ、それじゃだってさ、元気でいてくださいが入ってないじゃん、そっかそっかそっか、そうですね、なんかねぎらわれたいやっぱり、うん、じゃあね、お疲れ、あ、達者でな、あ、いいね、あ、いいな、よし、キューちゃんみたいな、ね、芸人さんで言うとね、ボル塾のマーネーとか、ペコパの時を戻そう、あ、なるほど、時を戻そうも確かに、まあそうね、あとあつ森とかね、明るいのもあるんですけどね、愛の不時着とかさ、韓国のドラマですね、韓国第4次韓流ブームだって、愛の不時着面白いもんな、え、見ました、読んではないな、読んでは原作を読んでない、見た見た、うん、見たんですね、では見た、見た、見てないんです、
面白いよ。全然好きじゃねえじゃん。違います、なんか韓国のドラマまだ手出せなくて、うん、日本のドラマからって思ったんですけど、うん、いや俺もね全然見てなかった、今までは全然見てなかったんだけど、うん、どうなんだろうなって思って、うん、見たらもう止まんなかったね、うん、イテウォンクラスも見ちゃったし。イテウォンクラスだ。イテウォンじゃないな、それと。イテウォン、うん、イテウォン、イエローモンキーみたいになっちゃうから。なんだっけ、イテウォン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 クラス、あ、イテウォンクラス、わ、うんうん、かりました。みんな見てるでしょ。でもだってメンバーでも、はい、言ってました。あの松尾美優ちゃんっていう高校2年生のメンバーがいるんですけど、もうずっとイテウォンクラスってずっと言ってました。イテウォンクラスってイテウォンクラスってずっと言ってました。急にイテウォンクラス急には言わないですけど言ってました。ラジオのカンパチ太郎、僕は墓場恋愛物語の第3話、坊さん借金地獄が好きです。うん、面白かったそこ。へえ、面白かった な, な。どんな話ですか。だからあの、うん、檀家さんっていうのかな、うん、そのまあ、お葬式をあげたり、うん、そのお葬式に赴いて、うん、お経をあげて、そこでいくらいくらっていうね、うん、お布施的なものをこれいただいたり、うん、 あとお墓をねこの敷地内に建ってて、うん、そこの、まあ、あのお墓の、まあ、場所代みたいなね、うん、専門用語あるんだけど、うん、そういったもので生計、まあ、は立てるじゃんか、はい、お坊さんってお布施的なもので、うん、そこのお坊さんが、浜田岳さんのお坊さんがすごくいい人で、困ってる人に対してのお布施を、うん、あのいいですよって、うん、これはもう仏の道のことなので、あの私からの、 あの心からの、 あの念仏ですので、うん、っていうので断っちゃってて、そうなるとでもね、お寺もやっぱり経営は経営だから立ち行かなくなってきちゃって、うん、さあどうするっていうのが第3話。うわちょっと気になる。めっちゃ面白いよ、うん、でも浜田岳さんだからこその優しさというか、あ、そうね、それが演じられてるのが、岳さんめちゃくちゃ、でも想像つくかも、うんね、今のお話で。だ今もう伸びてきたけどさ、ちょっと、うん、あの前急に髪短くした時あったじゃん。それが多分その、多分その収録が何ヶ月かやって今ちょっと伸びてきたぐらいなんだよね、うん、本当でしょ、うん、でも番宣とかでなんあんまテレビ 見ないで、でもちょこちょこやってたけど、ね、やってたやってた。そうなんですね、うん、なんかお墓とかって身近なことだけども、うん、知らないこと多いじゃん。お寺とかそこのもともとどうしてああいう形式で、うん、あのお葬式とかはね、うんうん、どういう形式でじゃあ あげるお経の意味とか、うん、あ、分かんない、分かんないで、なんか見流してるとこあるじゃん、うん、そういうところが一個一個ドラマのストーリーに応じてなんか意味をこう重ねていくから勉強にもなるし、なる、そう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 、子供も見れるって、うん、なんかね知らないこと、あのお証拠を一つ取っても、うん、あれどういうことなんだろう、どういう意味あるんだと分かんないじゃん。意味もちょっとテロップみたいなちょっと面白く出たりして、そうそうそう、じゃあめちゃめちゃみんなに見てほしいドラマでも、いや本当そうだよ、うん、でしかも面白いし、面白い、泣けるところもあるしみたいな。言ってみます、家族ラインで。家族にもメンバーにも、メンバーにいいね、うん、まあ見てる人いるだろうけどね。あ、じゃあ言ってみます今日、うんうん、ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。え、ユンキさんは墓場恋愛物語通称墓恋知らなかったんですか。最新回は地蔵同士の恋愛を描いた感動の回でした、うん、へえ。あ、確かに恋愛物語だから、うんうん、基本は恋愛ベース。あー、優しいお坊さんととちょっとあの恋をするんだけれども、うん、まあいろいろその普通の一般人同士の恋愛とはまたちょっと形が変わっちゃうみたいな、ね、気になる。でも人間だからやっぱりそこはいろんなね、うん、好きだ惚れた晴れたという感情があるんだけども、うん、こういうところはその煩悩とに当たっちゃうとか、意外とここはこういうのって意外といいんだな、自由なんだなみたいなところとかね、うんうん、めっちゃ見たいです。もう見ます。めっちゃいいよ、高畑充希ちゃんもいい演技する。めちゃくちゃいい、実力派の方ばっかりじゃないですか。そうだよ、そうそう、すごいな、うん、見ます。ラジオネーム直人芋けんぴらいみ、墓場恋愛物語は荒川よしよしさんがいい芝居するんだよな。うわー、めっちゃ面白い。だからさ、あの人の今回のやつでさ、すげえ嫌になった人もいるよね、うんうんうん、嫌いになっちゃう人もいるよね、うん、すごいもんな。だ逆にすごいことなんだよね、役者さんとして。あ、荒川さんのことを、うん、嫌い、いやもう嫌いだわって。あー、まあそうですね、役者さんって演技、うん、あの役によりますもんね。そう、それでもう嫌われ者の役で嫌いになられたらもうそれ役者の勝利だからね、うん、そうですね。
浜田岳さんがだからその作中でビッグスクーター乗ってんだけど、ビッグスクーターお坊さんよく乗ってるから、そうそうそう、後ろになんか荷物乗せるように、で今またちょっと流行ってるって言って、そう、あのあとはあのハンヘルね、ハンヘルで、ハンヘルがちょっとかっこいい感じになってる、マジェスティがまた売れてるって、そう、全然わかんない、見たらわかる、すげえ、あ、ちょっとかっこいいなこの感じっていうのわかるから、見ます、あれ俺のそうだ。俺ん家の近くの軽トラで後ろにあのボンジステッカー立ってる人、いいな、貼ってたもん、なんかその番組のなんかあの最後にエンディング曲と番組ステッカープレゼントとステッカーをプレゼントしたボンジのステッカーがあるんだけど、すごい、そのうちの近所の軽トラの多分持ち主が多分当ててた、貼ってたもん、すごい当たるんだやっぱそういうの、当たる当たる、確かに、まあでもちょっと流行語はまだちょっと時期があれだったかな、ちょっとねあれだからね、でもちょっと流行りそうな感じしたな、すごい見ますさ、俺最初さ主題歌がさミーシャさんってどうなんて思って、意味わかんないと思って合わないなと思ったけど、今もうあの曲聞くとあのドラマのこと頭のふわーっていうかちょっと泣きそうになるもん、そうなんだ、知らないことがなんか恥ずかしくなってきました、皆さんがだろ、ほら見ます、ドラマいろんな時間帯のあるからね、昼ドラマあるし、夜の時間帯もあるからね、じゃあ曲いこうか、はい、続いてはずっと真夜中でいいのにさんで暗く黒くです。いや私本当に何だろう、もういろんな芸人さんのラジオとか見てるけど、本当平子さんの声は素敵だなって、あ、もう始まってました、始まってる始まってる、すいません、メールから行くのかな、メール来てます、いいじゃん、嫌な人になりかけた、いやいやいいよいいよ、いいよ全然いいよ、本当ですか、それくらいやってもらわないと、そうですね、まあ言わないから私が、明日さ、俺と酒井とさ、のろかよちゃんと長島セーラーのさ配信あるんだけど、はい、あれのチケットって買う必要ないかな、そんな楽しそうじゃないかな、いや、どう思う、
絶対に買った方がいいと思います。あの本も読んでも思いましたけど、うんうん、やっぱり平子さんの恋愛論というか、うんうん、平子さんが経験していらっしゃったこと、うんうんうん、そして平子さんは一途だからこその恋愛論が聞けると思うし、うんうんうん、まあ、やばい、始まってます、すいません始まってたの。二回はないのよ。一回だけやっていい。始まってんだっつってのに。ラジオネームおはぎの剥がし、はい。すみません、自慢になってしまうのですが、僕もステッカー当たりました。すごい。ステッカーはおしゃれでどこに貼っても変じゃないので貼り放題です。いいな、うん。ステッカーとかどこに貼ります？ボンジだからね。うん、車とか貼ってて、車これ当たったらボンネットに貼りたいし、ボンネット、うん、ボンジはかっこいいじゃん、どこに貼ってもさ。そうか、うん、あとは、まあ、冷蔵庫とかもいいかな。あ、冷蔵庫、うん、ボンジ冷蔵庫、うん、貼らない。ステッカーとか、ステッカーあんま持ってなくて、ウサギとかしか。どこに貼ってるの？お手紙の最後。あ、フード時。あ、でも手紙の最後ボンジいいかもね。なんで最初と最後いいんじゃない？ボンジ確かに沈まる。そう、沈まるね、うん、なんかあれあるじゃないですか、テクニックみたいなので、うん、あの手紙に香水振りかけるみたいなテクニックあったじゃないですか、昔、うん、うん、それをボンジに変えるみたいな、うん、ああ、じゃあ同じ作用があるもんね、うん、いや、沈まるもんね、なんかね、うん、だから届く。そうだ、届くか、うん、誕生日プレゼントにちょっと手紙書いてあったけど、はい、あれも確かにボンジだったら全然違うもんな、うん、今届いてなかったですか、ちゃんと。うん、やっぱ沈まるかもしれない。あ、だからか、酒井さんちょっと、うん、なんだろう、沈まってないなと思ってました。高ぶってるなって思ってました。ちょっと私物にもボンジの、ね、ステッカーとかちょっと増やした方がいいかも ね、 ね、自分のね、うん、乃木坂自体がなんかボンジ、ね、流行とかね、発信で。でも静まったら困るんで、乃木坂は高ぶってかない。じゃあ逆ボンジ、ボンジを逆に逆に貼る。そう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 、静まるってなんだよ。コーナー行きましょう。じゃあ、はい、弓木奈緒のヒロインになりたい。はい、我々とリスナーで弓木さんを磨いて映画やドラマのヒロインに抜擢されるよう育てていこうと思います、うん、今回から高校生設定の弓木さんのドラマ考えていきます、うん、ラジオネーム狐目の高坊。長かった髪を初めてショートにして投稿し、気になる男子の前でどうかなと髪を耳にかけながら言ってほしいです、うん、どうかな、どうかな、ちょっといける、はい、その朝来て、あい、あ、じゃあゆみき髪切ったんだって言うから、その、はい、これ似合ってるかな、どうかなっていうのをなんかオリジナルで、はい、もうセリフも変えてもらってもいいんで、はい、うん、いきます。あ、ゆみき、おはよう。あ、おはよう。あれ、ん、髪切った？あ、そう、わかった。いや、こんだけ切りゃわかるだろう。めっちゃ似合ってるか不安ねんけど、どうかな。まあ、もともとボーイッシュだし、そんぐらいの方がいいんじゃない。ほんま？京都の高校なの？京都いいね。なんかリラックスしてできるかな。京都青春高校、うん、いいじゃん。京都でね、いいじゃん。やっぱでもやっぱり字の言葉が使えた方がいいもんね、うん、自然な感じで。リラックスできるかな。そうか、うん、なるほどね。ラジオネームおはぎの剥がし。めちゃくちゃ絆創膏持ってる。あ、いる、いる、いる、うん、すぐ出してくれ。いるよな、絆創膏あるよ。いる。でもちょっとキャラモンの可愛いやつをね、うん、男子につけてあげるとか、あんだよこれみたいなやつ、いいもんね、うん、まあそっから始まる恋愛がね。ロキソニン持ってるやつもいっぱいいる。あ、いる。誰かあの、なんか持ってないみたい。あ、あるよって。いる。S じゃないロキソニンだと胃薬と一緒に渡してくれる女子いるよね。いるですか？ね、いるよ。すごい気配りがすごい。そう、確かに。あんまそういうの持ってるタイプじゃなかった。うん、私持ってるタイプでした。あ、持ってるタイプなんだ。心配性なんで。ポーチみたいなやつに。はい、お薬のポーチも持ってますし、絆創膏も3枚は持ってて、あの、まあ同期の4期生の子が怪我しちゃった時とか渡したりしてます、うんうんうん、
女子は急な靴ずれとかあるもんね、うん、あります、ね、もう3枚じゃ足りない時なんてあります。私あそう、うん、じゃあもっと持てばいいのに。確かに確かに本当そうです、ね、今も持ってんの。持ってます。あすげえな。普通のマソコ、普通のキャラモンではない。うーん、包帯とかは。包帯は持ってないですね。持ってないの、うん、うーん、怪我しないんで。そうか、うん、ラジオネームカエルことこと煮込むとこ。剣道部の部長のヒロイン、部活熱心で男勝りな性格。それもいけそうだもんね。なんかこの武道館みたいなとこから、うん、何武道館じゃない、武道場みたいな、武道場みたいなとこから朝練の声聞こえたいね。メーンとかコテーンとか、うん、ちょっといける剣道部の声朝練よ、うん、いきます。メーンコテーン。それさ俺らがちょっと外にいる設定で声量をリアルにやってくれて、はい、いやいやそれはいいのよ。あ、はい、うん、それはこっちでちょ頭の中で調整するからさ、かもうちょっともう本当に主将だよ、はい、もう県大会もう決勝かかってるぐらいのね、はい、ねーん固定。うーん、あんまこめーん固定って言わないんだよね、言ってるようで、そうなんだ、うん、わーみたいな叫び声でやるからね、人たち。半沢直樹さんの、あーそう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 、やってたじゃん、うん、くしゃみたいな、やってました。なんか最後なんて言ってるんだろうって思う。そうそうそう、あれでもリアルだからね、剣道の。本当に京都の府の決勝だと思ってやってみ、面打ち込んでみな。わかりました。面、うん、まだアイドルだ だな。地区大会だよそれは。役者じゃないね。打ち込まれるよそんなやつだら。どう、そうですね、うん、どうでもいいですか。どうでもいいよ。いいよ、じゃあ、うん、好きなところに打ち込んで。はい、どうあ、おいいいい、やった、よかった。面倒固定で いこうか。難しい。面倒固定面倒固定最後海外の方来たねいいね、やば。ラジオネームアルミカン。高校生ヒロインになったゆみきちゃんには、はい、学校で1位の成績を誇る生徒会長なのにもかかわらず、うん、家では音量マックスでハードロックを聴いているという役をやってもらいたい。あ、いいね、めっちゃいいこれ。いい、かっこいい。俺はなんか、ま、街中でなんかシャカシャカ聴いてて、うん、俺が気づいた方がいいかな、うん、生徒会長ね、ヘッドホンつけてんのかな、でっけえ。そう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 、かっこいいやつ。じゃあちょっと俺街中で話しかけるけど、うん、はい、聞こえてないからそっちは、はい、で「おい!」っつって、あの俺がヘッドホン取っちゃうから「うん、何聞いてんの?」って言ったらちょっと答えてくる。はい、うん、あれ俺生徒会長じゃね、おい会長なんか聞いてんのか、よしよしおい会長何聞いてんの、え何聞いてんの。ああ、マキシマムザホルモンいいねいい、うん、ホルモン聞いてね、いい、めっちゃいい、キャラ付けがすごいしっかりしてる、めっちゃいいわ、うん、聞くのホルモンとか。いや聞いたことはあるんですけど、うん、常には聞かないです、ね、もうハードロックのイメージで、うん、うん、いいね。ラジオネームバズーカ吉岡。普段は普通の高校生、しかし実はアメリカ国防総省ペンタゴンに侵入したこともある天才ハッカーで影の顔を持つ、うんうん、やってほしいな。ガチャ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 って、うん、あと残り10秒でハッキングしなきゃいけないみたいな緊迫感が、うん、そういうのあるからね、うん、じゃあ行くよ。ユミキどうだ、もう少し、もう時間がないんだ、急いでくれ。うるさい。6、5、4、3、ゆめき会場いいね、会場会場ね、うんうん、
あんま言わない、解除って言っちゃうとさ、あ確かにもったいないよ、せっかく書く。えでも言ってませんドラマとかで解除って、なんかその一言結構その人出るんじゃない、なんかふざけてやるやつもいいんじゃん、なんか言います、全然言います、周りすげえ焦ってんのに、うん、そいつだけもうちょっとでーすってカチャビンゴぐらいの天才ハッカーだから、ビンゴも、ね、うん、余裕ぶっこいてる人だ、ぶっこいてるっていうか国とか言うなよ確かに越後戦艦みたいになっちゃった。天才ハッカーやってみてよ、はい、俺は焦ってるからね、はい、ユミキどうだ、うるさいな、もう時間ないんだ、急いでくれ よ、 うるさいよ、鼻息が聞こえてんだ、5、4、3、2、あ終わりだ、見てみろよなんでだから、なんで東北の人来たんだよなんで最後東北、いや見てみろよって、もう解除されてるだろうって、シリみたいな声だったのもうやだ、俺東北の人だから分かるんだけどさ、東北出身のハッカーって多分いねえんだよ、そうなんですね、うん、いない、確かに新しいかもしれない、見てみろよラジオネーム天の尺直太郎、毎日のように靴のかかとを踏んでくる、うん、あなんかちょっかい出すことで好きな人にアピールみたいな、ね、いたずら、うん、やれる、かかとですか、うん、俺歩いてるから、うんうん、わかりました、でさこの間ついたじゃん、あいつがさ LINE 聞いてくるから、えいな、おやったろけ、やったろけはぁ何それやったろっけ、 何を聞かれてんの今、えいってやってかかと、うん、おーってなったから、うんうんうん、やっちまったぜみたいな、やっちまったぜってやったんでしょ、やったろけって何確かにやったぜっていう意味を込めたらなんて言葉になります、うん、知らねえよ知らねえよ、分かんないけどやったろけにはなんないよ、なんでか難しいな日本語むずいな、難しいですよ、本当むずい、なかなか難しい、男子とかと仲いいタイプだったの、いや全然です、じゃマジでヒロインだったんだろうなきっと、本当に違います、本当、いやお二人が初めてのなんだろう仲良しっていう感じ、仲良しの男、はい、お男性って、こんなに喋ったことない、はい、ないです本当に、嘘、本当にないです、聞いてもらえれば、誰にあの親友に知らねえから、知らねえよその親友さあこの後ゲストの登場です、はい、ゲストはフェイキーからリルファングさん、そしてタキさん、リモートでつなぎました、うん、はい、かわいいね、かわいくて、うん、でもダンス踊ったらすげえんだろうな、いやもうすごかったですよ、私、ね、YouTube で見ましたけど、あの自粛中にお一人お一人の自分で撮って、うん、それをつなげて5人でやってたんですよ、うん、だからフォーカスがちゃんと一人に当たって見えるんですけど、うん、なるほどね、離れてっても揃ってるんですよ、マジで、うん、もうバッキバキのダンスだじゃん、もううんねうんねというか、うねうねダンス、もうでうねうねなんですけどすごい軸があるから、なるほどね、綺麗で、そんぐらい本格的じゃないとこんな世界でね、うん、公演できないもん ね、 ね、ゆみきちゃんってダンスうまいの、やったことなくて乃木坂入るまで、あそうなんだ、はい、歌は、歌もやったことなかったです、うまい、いや音程は取れるけど、うん、なんだろう、地声じゃないんです、裏声、うんうんうん、になっちゃうから、うんうんうん、先生からすごい地声で出せるように頑張ってっていうアドバイスすごいいただきました、これなんか学生時代とかカラオケ行ったら何歌うとかさ、カラオケ聞く派だったんですよ私、そんなやついないでも1曲ぐらい、うん、ほらこの曲だったら歌えたなとか、なんか歌えって言われたらこれ必ず歌ってたなとかあるじゃん、あーガールズルルとか歌って、歌ってました、ちょっと歌ってやだ、一節でいいよ、本当ですか、うん、好きなところでいいよ、海岸線をバスは進む、空は高気圧、つかわいい、はい、お願いしますいいじゃん、本当ですか、うん、サビじゃねえんだね歌はA メロだったね迷いましたすごいな、うん、ガールズルールいいよな、可愛いよな、ね、もうすごい盛り上がりますよね、やばいなあれな、うん、もう歌えませんでした、えガールズルール、カラオケで、はい、ガールズルール、はい、ガールズルール、な何が盛り上がります、逆に何がカラオケで、うん、あ俺カラオケあんま行かねえからドラゴンウォッシュやな、やっぱあドラゴンウォッシュ、ん
ドラゴンウォッシュ、ウォッシュ、うん、ドラゴンウォッシュ、リュウを洗う、リュウ洗い、なんて言いました、ドラゴンアッシュ、アッシュさん、チュ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 ルルチュルだね、へえ、ちょっと調べますね、うん、メモ、ドラゴンアッシュさんね、そうだね、うん、なんか友達からカラオケ行ったらドラゴンアッシュ歌いな、わかりました、調べます、うん、歌った方がいいよ、うん、すげえ盛り上がると思う、マジで男の子とかやっぱ、うん、すげえ好き、要はもうやります、やりますっていうか調べます、うん、テーマ行こう、テーマ全然読んでない、はい、弓木メモ、うん、はい、弓木ちゃんのメモ、ね、ラジオネームおはぎの話、チンキンリスナーは全員モテモテ、そうだね、うん、モテ多いんだ、結構だからモデルさんとか多いんだよな、モデルとか、じゃあもう観覧席、観覧席っていうか、うん、ここみんなも身長高くてさ、じゃあもう大変じゃないですか、見たことないんだもんね、ここにお客さんいるっていう状況、まずね、ないです、まあコロナが明けたらね、うん、ここでまた観覧集まれると思うんだけど、うん、モデルが多いのか、でも俳優の卵とかさ、うん、そんな芸能人の方が聞いてる、だから多いんだよ結構、うん、結構有名っていう、そういう雑誌会とか、あ、そうなんですね、お前ドラマ出てるよなみたいなやつ、ここ見たりしてさ、すごいんだ、そうだよ、すごいな、スポーツ選手もいるか、Jリーガーとか、水戸の人いた、そう、水戸ホーリーホックの選手とか、みんなでなんか東京来た時に観覧来ました、うん、みたいな、めっちゃかっこいい、じゃあもう2人のファンの方がイケメンな方が多いんだよな、みんな超かっこいい人ばっかりだからね、ずらーって並んで、身長もたら190とか、うん、すごいですね、じゃあお二人もお仕事がはかどるというか、はかどるね、イケメン見て、うん、お二人がはかどっちゃう、はかどっちゃいますね、俺らイケメン見たらはかどると思ってる、ね、はかどると思ってる、はかどるねラジオネームカンパチ太郎、リスナーは全員無職、え、どっち、だからそう、なんか夢を追いけクリエイターとか、うん、夢、あのモデルの卵、俳優の卵ですが多いから、うん、まだお仕事、いやでもやってるけど、うん、まだあの安定してないです、まあ、水物なんで、うん、みたいな、謙虚な、謙虚な人が多いね、かっこいいよ、謙虚なモデルが多いんだよね、うん、あ、そうなんですね、ここのリスナー、うん、大変ですね、大変だけど、うん、やっぱすごいよ、うん、ラジオネームでんでんおしおしからまり、3期はタメ口でもいいけど2期には気をつけろ、うん、あー乃木坂の、うん、なんでですか、優しい先輩ばっかりです、怖いやついるでしょ、でも、うん、もう全員が優しくて、うん、山崎れなさんも、うん、あのおはつちゃんっていうれなさんがかん、あの冠番組、うんうん、やられてるんですけど、うんうん、それの前にロケの前にご連絡してくださって、うん、で明日なおゆみきちゃんだよねって、うん、緊張するかもしれないけど、うん、みんなさん優しい人だから全然緊張しない、うん、大丈夫だよっていうご連絡してくださったりとか、うん、終わった後も緊張すんなっつったろって全くあの終わった後チョコレートを私に2つくださって、うん、2つも、はい、2つもくださったんですよ、これギャラって言って違いますよ、本当に怖くない、そんなやつでもチョコレートくださって本当にありがたいです、うん、普通一つだもんね、そうなんです、私も一つでいいですって本当に一つでいいですって言ったんですけど、うんうん、二つ持って帰りなさいって頑張ったんだからって言って、うん、優しくて、すごいね、いっぱい甘いチョコ、もう甘いチョコをくださって、寺田蘭治さんとかも、うん、あの、はい、白石さんの卒婚の時に、うん、あのちらっと通っただけなのに、うん、あゆみきちゃんブログで名前出してくれてありがとうって言ってくださったんですよ、もう何ですかって思いました、何ですかって言ったの、言いませんでした、いやだからありがとう私階段登れませんでしたもん、なんでもうありがたすぎて、膝に来た、もうすいませんみたいな、で結果おぶってもらって、いやもうすいません、お先にどうぞって言って言っていただいても、で後ろ掴んで、はい、いや違うやだラジオネーム化け猫の成瀬、アルピーの収入はパーマ大佐の3倍とメモしておいた方がいい、3倍はまあ言ってんだろうな、お前でやる3倍パーマ大佐、うん、知らない、大佐って知らない、大佐ってあれですよね、すごいお偉い方、そう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 だよ、アメリカの、そうアメリカのパーマ大佐、への3倍、うん、うわじゃめちゃめちゃあの懐に貯めてらっしゃるじゃないですか、うん、そうだよ気づいたすごいですね、だからなんだろう、雰囲気というかが違うんですね、うん、懐に溜めてる雰囲気するでしょ、うん、いやお前もそれなりに持ってるはずだからな今、
持ってないです。これは本当に本当に持ってないです。もう習ってるぞもう本当に。もうこれ本当に残高の表示思い出してお前。違います、本当に。ホクホクしちゃう、ホクホクしちゃうよ。もうゼロです本当に。なわけはないから。それはないですけどそれはないですけど。パーマ大佐とどっちが持ってるかな。パーマとユミキちゃんどっちだろうな。あーパーマさんかな、パーマ大佐さんかな。まあ YouTube あとなんか CD みたいなの多分出してるし。パーマさん、うん、いやそうだよ。じゃあ私はパーマさんの8分の1ぐらいですね、うん、わーパーマの8分の1か、うん、でもほら森の熊さんパクッと人だからね。パクッといった、はい、最低だよどういうこと森の熊さんパクッといった人、うん、最低パクッといっちゃったの、うん、最低最低な男あいつ最低人間。そうパクって刑務所入ってんだもん。そうだよ一回入って、うん、で脱獄して、うん、もう一回捕まって、うんうん、今何されてるんですか。今アルカトラズだよ、うん、アルカトラズ、うん、脱獄して捕まったんだもうダメだよ。もうパーマ無理だね。無理なんだよ、うん、じゃあもうあれですね、もうあの来世を願ってって本当にね、みんなそう言ってる。パーマ来世を願ってそう、うん、私も願いますな、パーマの来世、うんラジオでもゲスの極み福君、うん、湿ったアスファルト舐めるとうまい。え、あ、うん、湿ったアスファルト、うん、なんかバターみたいな香りする時あるもんね、うん、鼻壊れてるんじゃないですか俺の、はい、壊れてんちゃうって言うとしたら今そんなん、でも懐溜め込んでんだよ、鼻壊れるわけないじゃん。そうですね、すぐ直せるよ俺、ね、鼻壊れた。鼻壊れたなと思ったらすぐ行きます、ね、すぐ直せるんだから、うんうん、確かに。そっか、じゃあ本当だ、うん、本当の話、本当の話です。ラジオネーム天の尺直太郎、うん、CM 終わりの一言をリスナーから募集したら面白そう。あ、うん、あ確かに、あのさっきの笑いながら跳ねるやつとか、うんうんうん、こんなにできんじゃんあれ。本当ですか、うん、CM 終わり、 CM 明けの、うん、やっぱいろんな人褒めてほしいよね、うんうん、褒めるラジオネームカーブ投げたい。私は最近読者モデルとして雑誌デビューしました。おめでとうございます、うん、カーブ投げたいさん。え、ああカーブ投げたいはモデルだね、うん、そうだよ。本当にですか。本当だっつうの、モデルが多いんだよね、すごい。でそれ雑誌行きましたとか、ショーの方で頑張ってますとか、うん、あのモデルだったけどその俳優になりましたとか、すごい方なんです、ね、多いんだよな、うん、じゃあ皆さん夢に向かって頑張っていらっしゃる方が、うん、うん、多いんですね。現場で会ったりもするし ね、聞いてました、あの観覧行ったことありますっていうモデルやってとか。素敵な出会いじゃないですか。めっちゃ素敵だよ。高田香菜もだってリスナーに恋してたもんね、うん、あ三平さん、そう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 、だから本当そうなんだって、三平なんかだって190、三平さんってあのこの方かと思いました。三平です、でもその人だよ、はい、そうなんですか。三平だもん。えブラジルに行って出して帰ってきはったんですよ、ね、さっきのゲストとアルカトラズとかいろいろ混ざってそう、ね、中友のやつ、ね、そうそうなんですよ今でももう帰ってきて、もう帰ってきて、うん、じゃあすごい方なんです。すごい、身長192ぐらいあるもん。え実物あるとでっかいんだよ。え嘘だもん。そうだよマジですごいんだ。すごい、うん、そんな方は大好きになっちゃった。うん、うん、そりゃもう運営も上から逃げて逃げて恋してたんだ。そうね、でもかなさんは恋しないですよ。いやしてたよ。だからこれは公言してたもん、ね、三平に関しては、うん、そうね、頭抱えてたよ、うん、こればっかりはどうしようもねえなって。そっか、運営すげえ来てたもんだって、うん、ここに三平と繋がらないようにして10人ぐらいの運営が来てたよ。そんな厳重体制で、うん、そう、うん、でそこで手で柵作って、うん、運営たちがそう帰るなって、帰る、帰れ、誰にも繋がらせない、うん、あー、うん、そっかそっか、帰る時にってことです。そうでも三平はね、あえてもう遠目から見てスーッて帰るのよ。うん、まあでもなんだろう、そういう手を出さないっていうのを、うん、まあかっこよさでもありますね。 そういうのじゃないな、うんうん、俺はカナリンとはそういうのじゃないからね、うん、って言って帰ってくる。いや優しい、優しい、サッカーシャツ着て、うん、サッカーシャツ、サッカーシャツいつも着てた、サッカーシャツ、うん、ラジオネームあらかじめ語られるローマ字、うん、現役モデルです。さっきまで撮影してました、うん、あらかじめ語られるローマ字。先週もメールくださって、うん、そうだよ、モデルさんだったんですね。そうだよ、
なんでモデル多いんだろうな。モデルさんってそんな多いんですか。多い。特に多いね、賃金は。そうなんだ。多いね。結構あんまお会いしたことないかもです。ああそう、うん。だからもうこの観覧復活したら、うん、ね見れるんじゃない？生のモデル、生モデルさん。生モデルに。うわーすごいですね。うん。みんなだもん。ラジオネームジャケパンダ、うん、この間まで僕もモデルでしたが食っていけそうになかったので普通に就職しました。賃金リスナーモデルレースは過酷なんですよ、うん、メンズ落ちてんだよね、うん、ジャケパンはメンズの落ちちゃったんだ、ね、最終選考で、うん、じゃあ最終選考まで 最終選考まで残るってすごくないですか、うん、すごいよ、いやすごいよ、うん、マジで独特の雰囲気というか、そうだね、うん、個性もありつつ、うん、それがまた就活にね、そうそうそう、影響されて、そう全くその通り、うん、ラジオネームこれからこれだから自分もモデルの卵です。ポージングやウォーキングの練習のためにバイトはせず親のすねをかじって暮らしています。ダメだよ、うん、いやでもしょうがないよ、まあ、そういう人ばっかり、うん、バイトするんだったらそこの時間をなんとかその、うん、練習にね、うん、捧げて、うん、まあでもそうですよ ね、 でも親御さんがそれで OK なら、うん、まだ全然だ、うん、いいと思う。応援してくださってるんじゃない。そうですね、うん、まあ、何歳かによりますけど、まあそうね、うん、みんなでもやっぱり10代20代、うん、ああ、うん、まあそれなら全然未来がありますし、うん、そうそうそう、本当そうなんだよ。ラジオネーム春はあけぼの僕はのけもの、ゆみきさんパーマ大佐の8分の1なら1000万ぐらいになるのでだいぶ稼いでますね、うん、ないね。パーマさんそんな稼いでないでしょ、ね、いや稼いでるよ、だって印税とかすごいもん、うん、森の熊さん食べちゃったから食べちゃったからそれでもよ、うんうん、その印税だって入るし、うん、そっか、それでも罰金とかないんですか。今はでも8000万はないんじゃない、ちょっと下がってんじゃない、うん、6000万とか、多分そんぐらいだと思うな。使うからね、じゃあ言い過ぎましたね私は。パーマさんの100分の1とかですか、いや1000分の1か。いやあんま言うなよ、あんま言うなって変な数字やだやだ、わかんない、わかんないな、さドキッとするから。いや違いますよ、私本当に1000分の1とか何か割るとかわかんないですから、うん、そこはあの期待せずに、期待出して期待せずに聞いていただいて。そうだ、リアルになるか変な数字言うなよ、うん、そうですね、数字とかも全然わかんない、全然わかんない、うん、俺らもわかんない。わかります。ラジオネームター ATM です。おATM からメール来た、うん、今の弓木の残高は117万8000円です。うわうわ、もう具体的な数字を表しやがったATM の野郎が、しきしょうこいつ、しきしょうリスナー ATM も多いからね、 うちは、うん、ATM がモデルしかいないから、そうなの本当に、うん、ATM のモデルとかもいるし、どういう人間ですかすごいですけど、すごいよな、うん、本当に、ラジオネーム、うん、オレンジみかん、ゆみきさんのお初ちゃんでは高級タワマンに住みたいということでロケしていましたが、うんうん、アルピーさんはタワマンに住んでますよ。え、まあでも普通のタワマンだけどね。え、うん、タワマンすごかったんですよ、景色が。どこ高目黒、ああタワマン行って、はいはいはい、いいよねあそこ、あそこいい、俺も好き。東京タワーとスカイツリー両方見れたんですよ、うんうん、2人とも見れますか。俺んとこは見れる。あ、スカイツリーはなんかベランダがぐるーって L の字になってて、でもう一個離れたベランダが裏にあんの。え、そのワンフロアが俺のその敷地っていうか、うん、ワンフロアが俺の家だから、うん、ぐるーって回って後ろ側のも見れるんだけど、うん、そこでチラッと見えるかな、東京タワーは目の前、すごい。じゃあもう本当に懐の方だ。懐の方懐ではあるかもしれないな、うん、素晴らしいですね。でも低いけどね、そんな高くないな。あ、それ何回見に行ったの。めちゃめちゃ高かったです。あ、エレベーターで、うん、ギュインギュインぐらい。なんじゃ2階だ、はい、違いますよ。え、ギュインギュインは2階じゃない。ギュインギュインが2階だったらどれくらいだ、ギュイン1階やん、ギュイン2階だ違いますね。2階じゃない、ないですよ。そっから1、2、3、4、5、6、7、10、1、4、5、6、7、10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 、
でも高層階用のエレベーターでは分かれてて、うん、だけど朝とか、うん、前はねちょっと渋滞する時あったんだ、今はねもうちょっと設定変えてくれてて、うん、スムーズに行けるようになったんだけど、すごいですね、まあ、大変なこともある。でも境の方が高いよ、でも、ね、高さで言うと 40階かな、まあ、本当ですか、うん、すごいですねお二人。でももう本当にお忙しいですからやっぱり。でも境でも場所が遠い、が遠いから、うん、奥多摩ってさ、うん、通勤が大変じゃん、うん、まず奥多摩のタワマンなの。車は持っていらっしゃらないですね、電車、うん、もう始発よ、だいたい仕事行く、昼入りの時はだいたい始発。うわー、もう朝とか大変じゃないですか。まあでも慣れたけどね。今眠たくないですか。もう眠たいよ。めっちゃ星綺麗で、でも奥多摩のタワマンの40階だからね。星大好きなんです。もう終電ないもん俺。新規はいつも泊まりだし。まあ本当ですか。パンと確かに私よりも後にいますもんね。もうだから諦めてんのよ俺。そうだよ、いつもいつも。でも奥多摩のタワマンじゃないと得られない。いつも天気いきましょう。天気見よう、ね、はい。明日の関東甲信地方は前線や湿った空気の影響で雲に覆われやすくなるでしょう。午後は次第に雨が降りやすくなるでしょう。雨具をお持ちください。明日の午前の降水確率は東京 20%、 山梨 20%、 明日午後の降水確率は東京 30%、 山梨 50-60%。 明日朝の予想最低気温は東京11度、甲府8度、川口湖7度となっています。明日の予想最高気温は東京22度、甲府19度、川口湖18度となっています。明日は立冬ですが寒さは控えめとなりそうです。立冬読めたじゃん、はい、ね、ありがとうございます。なんて言った最初。立ち冬。立ち冬はね、立ち冬いいね。よかったと思って、バラさないでくださいよ。今思った今思いましたけど、めちゃめちゃ素直に言っちゃった。ラジオネーム化け猫のなるせ。僕の残高は97円です。え、今月のクレカ支払いが5万です。ゆみきさん助けてください、うん、マイナスじゃないですか。ファッションにかかるんだよ、うん、大変なんだ皆さん。じゃあ、あの日当のバイトとか探していただいて、うん、あのその場でお金いただけるので、うん、レギュラーでみんなやってるから日当のバイト。そうだよ。なのにやってこれなのよみんな。うわ大変だ。大変だ。ラジオネーム、うん、バスターエンドラン。ゆみきちゃん、今日の放送で一番勉強になったことは何ですか。うん、ドラゴンアッシュですかね。ね、はい、そうか、うん、ファンタジスト歌ってほしいな。ファンタジスト英語多いし、うん、発音よく歌ってほしいな、お、うん、確かに。ラジオネームカンパチ太郎。今日は墓恋の名台詞、うん、君の木魚は叩けない、言ってお別れ。じゃあいいな。この木魚は叩けない、うん、いい感じで言って、うん、君の木魚は叩けない。いや違う、全然言い方違う。難しい、やってください。知らないです。いやめっちゃいいシーンなんだから。これ怒るよ、結構ファンいる子多いから。そうですよね、うん。君の木魚は叩けないよ。いやー、うわいい。今似てたね。みーもめっちゃ似てた。でも今思います、すごい名台詞だなって。でしょ、浜田さんの顔が思い浮かびます。おー素晴らしい。それもちゃんとドラゴンアッシュもそうだけど、それも、うん、そうだね。これだからバラエティとかだとこういうのでね、うん、今例える人多いからね。ハカレンですね。ハカレンで例えてくる人多いからね、芸人なんか。ラジオネーム何度目のアワードか。ゆみきちゃん、立ち冬って何？立ち冬って何？もうやだ。もうやだね、こんな。本当やだ、おばあちゃん怒られちゃう。ラジオネーム、おはよう金曜日。ゆみきさん、最後に今日の放送を一言でまとめてください。うん、もう難しい。でも英語でもいいよ。英語で、うん、英語の文でまとめてもいいし、今日の感想。残り10秒です。お願いします。スペシャル、デイラストオンメニメニ終わりです。